続いて村松春樹先行のクリケット。まあ、セカンドレグを引きずってなきゃいいですけどね、うん、来ました。余計な心配でしたね。そうですね村松選手はもう入ってくるともう止まんなくなりますよね。そうですね。それであのテンポも速いですからね、はい。18をオープンしています。ハンウーヒー、あー一発でクローズ。ちょっと顔してかめ、いやでも全然大丈夫だと思いますよ、うん、まあ2箇所点数はもう上回って2箇所取ってますし、これもしあのハン選手がこれで17トリプル20トリプル19トリプルってくるとちょっと微妙かなってなってきますけど、これもしっかり20で点数を取って17こうもう2マーク入ってるんで17シングル1本でしっかりクローズできれば村松選手は優位なまんまゲームを展開できます、ね、来たー。ほとんどミスがない状態です、ね。ハン選手は15でたくさん点数取るしかないですね。もう集中しきっています村松春樹。なんとかオープンといったところ、点数もかなり差がついてきています。34点。クローズ一発でもう一つ、お見事これはナイスゲームですね。これは素晴らしいゲームでした。引きずるどころか吹っ切れてましたね、気持ちのいいダーツを見せてくれました村松春樹。さすがの展開 6.75。 今度は701、先行はチーム台湾のポです。もし本当にですからこれだけ調子が上がってくるとポっていうのも面白い選手ですね。いや本当にそうですね、あのいつものというか、ね、こう普段のプポのこう実力をこう余すとこなく見せてもらえてる感じしますよね、はい。こちらもハットトリックスタート、まあ、プポテンリーは先日この大会に先立って行われましたザワールドオンラインエキシビションの方ではベスト8に入っています。ザワールド2019ではベスト8が2回、どっちも譲らないですね、はい。もう両者の集中力完全に研ぎ澄まされていますこの時間。止まりません。これはもう我慢比べがこうずっと続いてますね、もう大事な4ラウンド目ですよ。さあフィニッシュ圏内入るか。おおナイス
なんと実況すればいいのかもなかなか分かりませんもう集中しきってますよね、もう見ての通りです。うわこちらもこれ2人とも14ダーツを狙うと来るか。おー決めきれません隣のトリプルでしたね。さあポールリムも14ダーツにトライです。取れば勝ちですよね。ブル16ダブルですね。16ダブル。おー珍しい。さあ今勝利まであと一歩のところでしたが15ダブルですね。決まった。首の皮一枚つながってそして最終レッグに勝負がもつれ込みます。いやーポールはもったいないですね。入れれば勝ちっていう一本でしたよね、こちらはエジソンパン。エジソンはこのクリケットの作戦としてはだいたい150点くらいリードしてから相手のナンバーをクローズするように、まあ、そういった作戦を考えているようです。なるほど。相当差をつけるってことですよね150点となると。いやもう僕個人的にはこのクラスの相手をするのは150点差なんかつけてくれる人いないと思いますよ正直なところそうですよね。でやっぱりこうギリギリの攻めぎ合いのところで、なんとかやっぱり相手の陣地を消す、でその最後の1本でしっかりトリプルに入れて点差をつけるっていう、この1本の勝負どころの差っていうのが勝敗を分けると思ってるんですよね、はい、なんであんまりこう自分のこうやり方みたいなのにこだわりすぎると、はい、ちょっと自分で自分を縛るみたいな感じになる傾向っていうのはあると思うんで、もっと柔軟にねこうできればいいですよね本当はね。こうまあねポールが先に締めるもプッシュするも点数たくさん取るもあの後から追い上げるもやっぱ自在っていうのがやっぱり彼の強みなので、やっぱりどのポジションからどの状況からでもやっぱりね、どんどん入れていくスタイルっていうのは、はい、この今のこの若いというかまだイケイケな時にたくさん身につけた方がいいんじゃないかと思いますけどね。ロイデン・ラムに関しましてはクリケットの戦い方について、まあ、深く考えるのではなくてスコア、オープン、クローズ、まあ、この3要素がどれだけその時最適か、そのラウンドごとにしっかりと考えて投げていく、そういうふうに語っています。これが経験値経験値のコメントだと思います、ね、僕もやっぱそう思いますよね。その場その場の状況でやっぱり最適解がどれかっていうのを、はい、自分の中でやっぱ、ね、答えを導き出すっていうのはやっぱ必要じゃないかなと思いますね。18をクローズしています。点差がやや開いています。98、まだ150点とまで言わずとも、まあ、あれくらいですとクローズに効くエジソンパン。あ、そうですね、先行だとやっぱりやりやすいですよね、
17をクローズ。来ましたね。来るか。来たー。ナイス。いや、もともとこういうシュート力すごいある選手なんでね。はい。まあですからもう勢いにしっかりと乗ってくれば若さもありますし、本当に面白い存在になっていきそうです。そうですね、ひらめいたダーツっていうのが、うんうんうん、見たいですよ ね、 うんね。さあ、あとはクローズするだけ。あと2本、もう1つ来ました。ナイスですね。第3レッグ先行のエジソンパンがキープしています。これでレッグカウント 2-1。 大手をかけているロイデンラムの先行の701で戦いが展開されていきます。